空港着きました。今から楽しみ行ってきます。韓国早く着いたので朝ごはんを食べようと4階のフードコートに来ました。月末に韓国行くことになったの、うん、いいな。そういいでしょ、うん、それでね、なんかめちゃくちゃいいアプリを見つけたわけ。それがね、これどんだけじゃなくてエアトリーなんだけど、聞いたことある？ある、聞いたことある。あるよね、うん、これなんかねアプリになってて、このサイトアプリ内でこのチケット、飛行機のチケットとホテルの検索から購入までめっちゃ簡単にできるらしい。すごい。そうなの。いいな。いいでしょ。で韓国だから今回は飛行機だけを取ろうと思って、うんうん、国外でここをね、羽田から行きたいのよ。羽田から金浦空港に行きたい。おいつもどっち行く？金浦の方が近いよ、ね、近いからいいよね、うん、そう羽田金浦で12月26から28で検索をします。おお、そしたらこうやってね最安値がね勝手に検索してくれるし、みんな2時ぐらいに着くっていうから同じぐらいの飛行機にして、最終日は結構長く夜帰るやつ。あ、夜帰るな。そう、よくない？せっかくなら、うん、予約完了。早っ。早いね。すごい。ね、うん、楽しみだ。ゲミアイム使ってみ。使ってみる。バレた。バレたわ。OK。エアトリ超新春セール開催中。詳しくは概要欄をチェックしてね。どこ？どこ？よしよしよし。やったようこそ。アニョハセヨ。はい、合流してやっと速攻ご飯屋さんにありつけました。ここはキラキラ。ここはなかなかガチローカルじゃない？やばいよ。出てきたよ。セラビール。乾杯。なんだろう。乾杯。乾杯。乾杯。イエーイ。旅が始まります。肉とかもさ、やばい。そうなの。やっぱりリトル落ちちゃう。早速、愛ちゃんがなくし物をしました。アニョハセヨ。アニョハセヨ。あ、ポケットを落としたにだ。いや、久しぶりのこの画角じゃない、うん、3人嬉しい。イエーイ。今年はゴルフがちょっとできなそうだから残念だね。ラウンドできなくて、やりたかった、ね、撮りたかった撮りたかったよね。私も茨城弁トークしたかったね。本当にだから今回これで我慢してくれ。インコリアー。インコリアー。あ、やばい。明日気をつけてね、はい、雪が名残だから。雪が名残。名残だからね。これからなんか変なサウナ見ていきます。変なサウナ。変な悪いなんか怪しい。しかも怪しそうじゃない？変なサウナ。ちょっと怪しいの。怪しいね。怪しいよ。さよならにだ。さよならにだ。会員登録で全員にカジノマーカーをプレゼント。詳しくは概要欄をチェック。愛ちゃんに口うるさそうって言われたメガネひどすぎない？可愛いけどなんか表情でしょ。いいよ。なんかさ上じゃね？鼻との距離おかしい。鼻に当たってる。上
ゃう。あ、そういうこと。ほっぺた当たっちゃうの。ここ当たっちゃうからこれじゃ下がんないの。やば。え、いいよ。ごめん。え、でもいいよ、似合う。かわいい。とかさ、顔でしょ。どう？え、いいよ、似合うよ。あ、やっぱ大きく感じる？大きい。いいんじゃない。でもさ、こんな恥ずかしくて描けるな。ね、でもさ、ここの横がめっちゃ可愛い。これなんかあんま口うるさくなさそうじゃない？安全対策みたいな。怪我防止みたいな。怪我防止メガネ。これリコちゃんしてみて。貸して。なんかちょっと開いて上じゃない？可愛い。見て、めっちゃ可愛い。可愛い。うん。でもやっぱちょっと口入れたね。だからさ、それもう顔なんじゃない、さっきから。え、めっちゃ似合う。これいいね。うん。なんやねこれ。来ました。怪しい。はい。こちら。怪しい。花マット。観覧状マーク。怪しい。なんか怪しい。怪しいね。何すんだっけ、うちらここで今日。サウナ、ハムジル、ハムジル。サウナと赤すりです。初めての赤すり体験。出すぞー。出すぞー。赤出すぞー。赤出すぞー。軽くなるぞー。一皮むけるぞー。初めての地下鉄乗り。おはよう。おはよう。Get ready with me。やっていきたいと思います。私はこのスナイデルのシャドウです。餃子食べ、あ、考えてたんだ、ちゃんと。偉い。カンジャンケジャンでランデブー。ごしごもついた。思いつかないよ。本当無茶ぶりがすぎるんだよな、姉たち。お笑い芸人じゃないんだから。せいせいせい。てか早くね、追い上げ。てかメイク遅くね、うん、まだファンで。え、待って、アイちゃんさ、遅くね。さっきさ、一番先にここついてたよね。攻め合い。ハッピーアイスクリームタッチー。久しぶりの。中学生やん。いや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 。じゃあ鏡にしたのかな。こんなに丁寧にメイクしてるリカちゃん。すごいよ。あのね、高校生の時すごかったんだから。え、高校生の時メイクしてた？してない。髪の毛もボッソボソで着てて。すごかったよ。めっちゃ髪長かったのね、リカちゃん。ずっとロングだったもんね。そう。ロングで、すごかった。ギャルだったからね。めっちゃギャル。一番学校一スカート短かった。嘘でしょ？うん。ローファーとかね、かかと潰してた。かかと潰してた。潰してたかも。大きい。それなのにね、一番真面目にね、部活くんだよね。うん、そうだよ。一番真面目。絶対休まない。そうだよね。私ね、全力。うん、常に全力。それなのにね。うん。ちゃんと勉強もね、うん、テストいい、点数良かったもんね。でもね、記憶力なんか異常じゃない？そう。異常だった。あれ、なんか、ほんとなんか活かした方がいいね、いかね。活かした方がいい。とか、テスト前のさ、一夜漬けみたいなのすごかったよね。すげえな、マジで。めっちゃ、10時間ぐらい勉強した。確かに。うわ、来た。うわ、来た。ああ。ゾンビ系？ゾンビ系か？テテ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 うまそう。スイート。ニラ食べる。なんかね、なんで好きかって、うん、家の味の餃子似てんの。マジで。それが超好き。もうニラもニンニクもたっぷり系。へさっぱり。うん。おいしい？うん。うん。何個でも食える。うわ、うん。湿気をなくてもしね、ただ、ただその中で。
ちら U&Y で3人で肌管理をします。今からお猿になる、お猿3人姉妹になります。早かったですね。うーん、学校動画でよ、動画うん韓国はクリスマスが抜けないね。抜けないよ、まだまだクリスマス気分嬉しいんだけど、マジで日本はすぐさ正月になるじゃんね。確かに、あれさ、ね、25日終わったらさすぐ撤去じゃん。そういろいろそうもろもろ、うん、だから念願の美味しそう、美味しそう、食べちゃって今食べるの、うん、溶けちゃうよ、あ、それ溶けんだグー二日目夜カンジャンクジャンとカンジャンセミチヂミサービスくれたよ、カムカムニダだ。今帰りました。さあ始まりました、井上選手のお風呂選手権、はい、まず一番手にお風呂に入るのは井上選手一番をもらったからには急ぐだけの理由があります。おさあさあタイムに期待できます。ただいま、時間は夜の12時51分、果たして何時に出れるのでしょうか、はい、お楽しみ に, お, 楽しみに。おはようございます。3日目朝、思ったより肌のダウンタイムが大丈夫でございます。おはようございます。おはようございます。かわいいですね今日も。なんかね大丈夫だね、え全然くない、むしろ、うん、白い、うん、みんな顔無事です、うん、それぐらいがいい、これで喋る、これで喋る、あの今日な新世界楽しみやねカットですねこれあの部屋激臭いんかな、じゃあ多分相当臭い、やばいね、うん、みんなそうですよ、だって昨日だってさ、もう落ち着いてからさ、ニンニク溶けてない時だから今回初めてじゃない、うん、全食全食ニンニク、あのね、ミョンドン餃子のキムチやばかった、あれやばいよね、あれやばい、またあのビビン麺食べる、食べたいね、めっちゃ美味しかった、てかさ、ビビン麺食べたい、どっかのタイミングでね、美味しいビビン麺やつね、うん、新アクロも行こうね、ね、行きたい、韓国旅行の続きしたい。3日目朝カニおかゆ、おかわりできますから読んでください。ありがとうございます。アワビカニ1回取りまして、はい、チーズ、海苔大好き、ね、昨日もらえなかったからね、そう怒られたからね海苔は味が分かる人に、わかんない人にしかあげねえんだよって言われたね、うん、わざわざ翻訳機使って、で、その後説教されて、うん、うん、マシソ、おいしい、マシソ、うん、白菜にの塩代わりしましょうか、少し、うん、うん、ミカミダーミカミダーミカミダー、ガメヒル、レイミョン、ビビンミョン、ビビンミョン、ミョン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 、はい、わあ、肉じゃん、これはね、こっちが刺身よ、こっち選ぶ余地なかった、こっちが刺身選んでくれたの、そうだよ、シナは昔から無類の麺好きだからね、マジ麺好き、ね、麺でできてる、ていうか炭水化物がとにかくすごい、最高やん、麺細くない、麺細い、でも全然下まで切れてないわけ、全然長いままの全然ダメだ、
最高。これ細い麺マジ好き。なんか日本より細い気がする。さらに細い、うん、これ何てか多いね。えもうこのままでいっか。全然上がってこない。いいよそのままで。うん、うん、そう本当に美味しい。美味しい、うん、マシッソ。マシッソ。やっぱり、うん、美味しい。美味しそう。無事チェックインして荷物も預けて入国出国審査かもう終えて、あとは飛行機乗るだけです。いやー楽しかったけどめっちゃ疲れたってぐらいドッときてます。今一人で。でもめっちゃ楽しかった。また来年も韓国来ようねってことになってます。というわけでバイバーイ。楽しかった。アンニョハセヨー。